さてこちらは絶滅危惧種で鹿児島県の鳥にも指定されているルリカケスです。鹿児島市の平川動物公園がルリカケスの繁殖に成功しました。繁殖の成功はなんと30年ぶりだということです。なかなか日中では見られないというルリカケスのヒナなんですが、今姿を見せてくれました。丸っこくて可愛らしいです。繁殖に成功したのは絶滅危惧種で国の天然記念物にも指定されているルリカケスです。奄美大島や加計呂麻島などに生息していて、鹿児島県の鳥にも指定されています。先月2羽のヒナが誕生。平川動物公園での繁殖は30年ぶりです。まだ性別は分かっていないということです。これで平川動物公園での飼育数は全部で7羽に増えました。繁殖に向け巣箱の位置を変えるなどして工夫を続けたといいます。やっと成功できてほっとしたっていうのは個人的には強いかなとは。いろいろできたっていうかアクションを起こせたので、まあ、それがしっかり結果につながってよかったかな。福森園長は今日ヒナを初めて見ることができました。本当に嬉しいですね。なかなかここまで至らなかったので、その成長を見守っていきたいというふうには思います。日中のほとんどは見えないところに隠れているといいますが、運が良ければ会えるかもしれません。